日銀のネットが一時不具合を起こしました。日銀は今日、金融機関とつないで決済などに使われる電子システム日銀ネットに一時的に不具合が発生し、取引に遅れが出たと発表しました。一部の決済に遅延が生じましたが、数時間後に復旧しました。一部機器に不具合があったものの、対象機器を交換後、通常の状態に戻ったということです。